はい、ンです。フロント企業の一覧ヤクザが多い業界とフロント企業。まあ、企業者定という話ですね。えっ、ー、と、まあ、フロント企業っていうのは、あのー、もう言葉としては、えっ、ー、と、もうですね、えー、結構、えー、昔からあるんですよね。えー、1900、えっ、ー、と、まあ、70年代ぐらいからもあるということなので、結構古いなとっていう感じなんですけれども、 えーまあ、ただですね、えーと、意外と知られてないかなと。で、フロント企業っていうと全くそのヤクザっていうのと結びつかないんですけども、要はですね、えっ、ー、と、まあ、ヤクザが隠れみのとして経営している。まあ、あのー、暴力団対策をできてから、ヤクザが堂々とあの経営が、あのー、暴力団がですね、えーとあのー、表に えー、しの、まあ、しのぎを削るとかね、言い方しますけれども、稼ぐっていうことをですね、できなくなったので、隠れみのとして、えっ、ー、と、企業の形を取るっていうことが、厄介なことに、えっ、ー、と、増えてですね、えー、なかなか、えっ、ー、と、見たと、見ただけでは分かりづらいと。で、意外とですね、知られてる企業もフロント企業だったりすると。まあ、自分がびっくりしたのは、やっぱりその、ライブドアとかですよね。まあ、もちろんその、 オリエモンがやった頃は違うんですけども、その後からですね、やっぱり、えー、とそういう、えー、暴力団が経営するような形になったと。まあ、あとは吉本とか a b ク x とかですねあの、サガーホールディングスとかもあのフロント企業とされていると、まあ、あの実態はですね、わからないんですけれども、まあ、やっぱり火のないところに決めが立たないので、あの何かしらの,あの理由があると思うんですよね。 まああの日本って結構ですねえっ、ー、とクリーンであのちゃんとしてるイメージがある分ですねその闇が深いっていうのがいられと知られてないというか分かりづらいところが厄介でまあ政治なんかはもともとそうですしまあコロナでかなりバレましたけれどもえー、まあそのオリンピックのですね組織委員会なんかも,も昔からろくでなしだったりしますしあのー、結構ですねむちゃくちゃな企業まあ食品偽装とかもねあの ニュースに、まあ、そのメディア自体も忖度したりとかですね、あの、公正に、あの、例えばアメリカほどですね、えっ、ー、と、独立した立場ではなくですね、えっ、ー、と、まあ、メディアが都合い、まあ、得する人がですね、どこかにいて、それに都合のいいように報道されたりとかですね、まあ、そういったことが多いので、なかなか表に出てこないんですけども、まあ、食品偽装とかも、まあ、あの、やはりですね、さすがにほっとけないということで、 まあ警察の汚職とかですね、その、ごまかしとか、まあそういったものも、あの、心ある、えっと、メディアの人間、人のですね、えその、尽力で、ある程度明るみ出たってことはあるんですけど、まだまだ闇が深いなっていう印象ですね。まあフロント企業、こういったところもそうかなと思います。表、えっと、一見華やかだったり、まあ名前だけ知れててですね、あの、やはりその、 なんか、華やかなイメージはあるんですけども、実はですね、闇が深いと。まあ、むちゃくちゃをやっていたりと。あとはですね、あのー、やっぱり、えー、まあ、ブラック企業って言葉自体も日本しかないんですよね。で、アたらとブラック企業多いと。でも、まあ、ちゃんとしてそうだけど全然してないっていうのが日本のあらゆる面の特徴かなと。で、経済界、まあ、お金ですね。お金が、 成この時点でだいぶやられてる脳がやられてるのかなという感じはしますけれどもまああのー、いずれにしてもですね、えー、とフロント企業には就職しないようにですね、えー、気をつけていただきたいなと、まあ、そういったリスクは常にあるんですよねまともなホワイトだとしても、あのー、いろんなですね面倒くさい人間関係とかそういうのはあるのでやはり僕はですね えと小さな形でもマイクロ法人、まあ、個人事業主、法人化しなくても、えーと、個人事業主としてスモールビジネスを自分で持つと、自分で稼ぐ。そうすればですね、僕も推奨しているフィリピン移住とか、まあ、フィリピンに限らず海外移住、東南アジアで安い物価のところで生活費を下げる。そして日本円で稼ぐっていう、その、えー、とレバレッジを利かせることができるので、 こういったことをお勧めしています。ということで、動画の下にある説明欄の方から、無料でメールマガジン登録いただいて、フィリピン移住のコンサルだったり、あとはオンラインビジネス、ブログやメールマガを使ってどこにいても収入を得るためのオンラインビジネスの個別コンサルをやってますので、興味があればご連絡いただければなと思います。いつもありがとうございます。